分かってるわね、フィー。気を許しちゃダメよ。うん。こっちで何か動きがあればすぐにシルフもどきを飛ばします。頼む。しかし、なんだってこんな。テレサ、お前は何か聞いているか。ここは今でこそ無人島ですが、遺跡が示すようにかつて何度も文明が栄え滅んだ場所。海流、気流、地脈の流れがこの島に集中しています。それは同時に汚れの集中点を意味するのです。だから文明が栄えたり。ええ、そしてここで生き絶えた人々の出した汚れは今なお消え去ることなくさまよっているのです。今も繁栄した分死滅した命も膨大なんじゃよ。本来なら汚れを感化することなく真っ先に対処すべき場所なのですが、カノヌシ復活を目論む星稜にとっては最も対処したくない島第一位じゃろうって。汚れに満ちていながら人がほとんどおらぬ、これほどまでに都合のいい場所はないでの。この島にはクーマを置かない手はない。これは星稜の宿営用のテントですな。常駐はしてないようですが。私が把握している限りでは次に大麻氏が巡回に訪れるのは10日後です。クーマを探して地脈点から引き剥がす。ここで休むこともできますし、慌てず確実にクーマを見つけに行きましょう。テレサ、久しぶりですね。会うのはミザ以来になりますか。ですがそれほど久しぶりとも思えません。裏切り者エレノア・ヒュームの情報はよく耳に入ってきましたから。海賊病は大丈夫ですか。問題ありません。サレトーマはちゃんと飲みました。相変わらずひどい味だったでしょう。新人大麻師の歓迎会で飲まされたことを思い出しますね。なぜ星稜を裏切ったのですか。巡察官という重職を任されていたのに、本当なら巡察官にはオスカーがなるはずだった。内示だって出ていたのに、あなたが強く希望したせいで優しいあの子は役目を譲ったのです。知らなかった。オスカーに内定していたなんて。その結果オスカーは危険な監獄島に回り、あんな大怪我を負ってしまった。そして今あなたはオスカーを倒した敵の元にいる。私には理由を知る権利があるはずです。人々を救いたいという思いは今も変わりません。ただ私は星稜とは別の道を見つけたいんです。許せる理由ではありませんね。許してもらえるとは思っていません。あなたがオスカーのことで妥協しない人なのはよくわかっています。その通り。私がそういう人間であることを仲間によく伝えておいてください。オスカーを守るためにはあなた方に信用してもらう必要がありますから。話すことはそれだけです。わかりました。罪人の流刑地だったって聞いたことがあるけど、見てるだけで気分が。むやみに歩き回ると危ないですよ。わかってるって。でもお宝の匂いが。洞窟者の取り締まりは厳しいですよ。清涼が怖くて海賊へやって。宝探しを止めはしないが、危なくなっても。あいあいさ。勝てないと思うけど。足元だけは。クーハーで攻撃。誰以外だ。追撃を。そこよ。誰以外だ。砲撃。そこだ。失った。
者に秩序をもたらせ。ファインドオーダー。弾けおるのか。つむじこ。つむじ結果ディエンディング。容赦しない。消えない傷を刻んで走ろう。ディジタルスピン。しまった。頭がどこまで。出ない。まだ終わってないの。力を秘めていたなんて。メルキオル様は一号にも高い潜在能力があるとおっしゃられた。私に使いこなす才能があれば。あ、テレサ様怒ってますよね。は？何をですか？僕が逃げ出してベルベットの仲間になったことです。それは私の油断が原因です。敵に道具を奪われた。自分の無能さが腹立たしいだけです。道具？今は自分のことさえどうでもいい。私は弟のオスカーさえ救えればそれでいいのです。その大事な弟に傷をつけたのは私よ。仇に助けを頼んでいいわけ？ええ、傷をつけてくれたあの子の顔にも経歴にも心にも。恨みは忘れてないようね。けど寝首をかこうとしてるなら無駄よ。今の私は精霊を持たないただの人間。最下の剣士に傷をつける力すらありません。自分の無力さは痛いほど分かっています。ならせいぜいおとなしくしてることね。テレサ様、ベルベットも同じなんです。ベルベットも弟のために。最下の剣士の情報は心得ています。でも何だろうと関係ない無力な私はこうするしかないのです。オスカーのために。テレサ様。精霊は道具？何を考え込んでいるのですか？わかったぞ。ベルベットにエレノア、テレサ、誰の弟になりたいか悩んでおるのじゃろう。ならばわしが一番優しいぞえ。それは最強最悪の選択でいくよ。違うよ。テレサ様にちゃんと言いたいことがあって。言いたいこと？何ですか2号？そのことなんです。2号じゃなくて僕はライフィセットです。ライフィセット？ベルベットがつけてくれた僕の名前。とっても大切なことなんです。大切？そんなことを思うのですか？うん、感じるんだ。精霊は道具なんかじゃないから。わかりました。これからはライフィセットと呼びます。ありがとうテレサ様。存外優しいのじゃの。
テレサお姉様は。ありがとう、テレサ。いえ、大事の前に波風を立てたくないだけですよ。ベルベット、テレサとオスカーの情報を教えろ。ええ、テレサとオスカーは清涼通の僕がご説明します。テレサ様もオスカーもゼロナンバーと呼ばれる一等大魔士のトップクラスです。世界にたった100くらいしかいない一等大魔士の中でも指折りのエリートなんですよ。ゼロナンバーは戦闘力はもちろん統治能力にも優れ、都市や施設の責任者を任される清涼の要です。問題なのは戦闘力だ。はい、私は10ナンバーという彼らより一格下のクラスでした。模擬戦でもテレサの術、オスカーの剣術に圧倒されて一度も勝利できなかった。あの二人は訓練生の時コンビを組んで一晩で数十匹のゴーマの群れを退治したんですよ。以来メルキオル様に目をかけられているんです。なるほど、二人揃ったら厄介だったわ。でもオスカーはメルキオル様が開発した新しい術を身につけているはずです。多分厄介ですよ。あんた本当によく知ってるわね。なんか妙だな。そうですか。僕は清涼にいたから。お前どうしてオスカーだけ。そこですか。それは同じイケメンとしてオスカーをライバル視しているからです。クワガタですね。あ、はい、リオネル・イカズチオオクワガタです。呪文のような変な名前。かっこいいと思うけど。まったく、なぜ男の子はこんなものを好きなのかしら。何です、欲しかったのでしょ。ありがとう。小さい頃のオスカーも虫を探してよく森を駆け回っていました。夢中になってすぐに怪我をするから心配で。取ってあげたの。気持ち悪かったけれど、その頃は私の方がずっと背が高かったから。お礼だと言ってセミの抜け殻をたくさんくれた時は悲鳴を上げてしまいましたが。自分の気持ちを伝えたかったんだと思う。僕もそうだから。おかしな精霊ですね、そんなことを思うなんて。思うけど難しいです。人間も同じね。ひどく難しいのに諦めることもできない。結局自分の信じるものを不器用にぶつけるしかないのでしょう。信じるもの。ピー、遅れないで。ライフセット、新しい。うん、テレサ様がと。ほっほする。いや、新種の日本図の兜の可能性はある。二人とも喧嘩するならこの虫は新種のカナブンってことにしちゃうよ。おっと、ライフセットに一本取られたな。エレノア、あれはあなたが言わせているのではないのですか。いいえ、私はライフセットと器の契約をしましたが、私益はしていません。精霊がまるで人間みたいに
私も聖領にいた時には思いもしなかった。精霊にも人と同じ心があるなんて。でもライフィセットやアイゼンと出会って知ったんです。彼らも嬉しい時には笑い、悲しい時には涙を流すと。お腹だって鳴るんですよ。お腹が？今では精霊だけでなくゴーマやクーマにも心があると自然に思えるのです。あなたはゴーマを憎んでいたはずです。もちろん憎しみがなくなったわけじゃないけど、憎しみだけじゃなくなったんです。精霊の心、ゴーマやクーマの心。テレサもライフセットに心を感じたからクワガタを取ってあげたのではないですか。喜んだあの子の笑顔は幼い頃のオスカーと変わらなかったでしょう。一緒にしないでください。テレサ、命の危険がある術を実践に使う精霊のやり方はおかしいと思いませんか。やると決めたのはオスカーです。あなたにあの子の何がわかるのですか。あの術には命の危険がある。絶対にオスカーに使わせてはいけない。テレサ様、具合が悪いの？いえ、問題はありません。でも今すごく辛そうな顔をしてたよ。あ、それは少し考え事を。海賊病が治ってすぐに出発したし、無理はしないでね。テレサ様は自分にも厳しい人だから。他人にはもっと厳しいというわけですね。そういう意味じゃないです。構いません、冷酷な女だと自覚しています。ですが、器の心精霊知らずですね。私はあなたがこっそり出歩いたり書庫に入ったりするのを見逃してあげていたのですよ。知ってたんですか？当然でしょう。放し飼いの子犬と同じと思って放置していただけです。一号の方はほとんど動かないでじっとしていたのに、なぜこうも違うのかしら。ごめんなさい。ま、男の子らしいということなんでしょうけど、あのまま勝手を続けるようならお仕置きをするつもりでしたよ。どんな？それは聞かない方がいいでしょう。多分あなたの具合が悪くなってしまいますから。テレサ様ずいぶん打ち解けたようじゃの。本当に協力すると見るかい？全てが嘘とは思えんが、全部正直に話しているとはもっと思え。ベルベット、分かっていると思うが。ええ、油断はしないわ。妙な動きをすれば殺す。大魔師じゃないなら簡単なことよ。十分警戒して臨まなくては。
主が昇竜脚烈光陣自分で行こう貫けるよここだクレイクレイシャプーロン縁が昇竜脚ブギャーリケルごめんラッシュクレイクレクソン自分で行こうだ自分で行ったシャプーロンか縁が昇竜脚霊視解放ただなすものに秩序をもたらせファインドオーダー僕が守るトーン無料リクレンつむじ結果ジャプローカー縁が昇竜脚逆地を外れポンズつむじ結果ジャプローカー縁が昇竜脚そこだ暗いスクスしゃぶっちまったヘイスラノレシンク冷凍終焉つむじ結果ライガ合成リムジャー伸びろ伸びろ攻略転職レッツゴーレキューダバーつむじ結果ジャプーローカー縁が昇竜脚サンダヤカリジャプーローカーやられるわけにはいかないテレサ敵陣に乗り込む前に作戦を確認しておくわ。はい。私たちはあんたを人質にしてオスカーの武装と精霊を解除させる。オスカーを拘束してクーマを回収した後港まで撤退。クーマを船に乗せ出航準備が整った時点であんたを解放する。あとは好きにしなさい。結構ですが一つだけ約束してください。決してオスカーを傷つけないと。それはオスカーの出方次第よ。約束はできない。ベルベット、私からも頼みます。テレサの願いを。オスカーを助けたいならテレサあんたが死ぬ気で説得しなさい。弟を守るの姉の役目なんだから。ええ、必ず守ります。私の命に変えても。僕も戦う。そうそう、地面で効果力のレスバル、ガンダムレスバル、ダメージを、セラルソーバー、霊視解放、ただなすものに秩序をもたらせファインドオーダー、炎を飛び立つ効果力のレスバル、クーマーゼクション、やれないが水蛇刀、そこよ、やれないが決着ですね。来たな、クーマ・ベルベット。姉上、見ての通りよ。剣を捨てて精霊を放しなさい。さもないとこいつを殺す。卑怯な。見逃してください、オスカー。私は聖霊が語る断りの本当の意味を見極めたいのです。人質を取って脅すのが君の断りだというのか。ごめんなさい、明日は問いになってしまった。そんな、姉上は。わかった、武装を解除する。下がっていてください。許して、あなたを救うにはこうするしかないのです。約束を守ったわね。そいつを連れて消えなさい。それはできません。この子の失点になってしまう。テレサ様、どうしようっていうの。ただの人間が。そう、私は力も才能もない人間です。でもあの方が教えてくれた。私の体はカノヌシの力に適合すると。こうすれば全てを守れると。
ロット。違う、融合したんじゃ。全員殺します。オスカーのために。自分のクーマにここまでやるのか。あの子のためなら何でもないわ。伸びろ伸びろ、攻略転職。くく渦巻きなんでいけないよ。無料スムージゲッカー影スワル三段目ストイチ天に届けた。スムージゲッカー影スワル天空層スムージゲッカー影スワル伸びろ伸びろ、攻略転職。どこの未来がかかっているのよ。僕らもここだ。加え尽くされ僕の島の加え尽くされ。逃しはしない。ジェットブリテン支援の応用簡単に使い切る打点賞。こんなところで全員再成功。アナリスト一戦隠れ。ここだ。つむじ月間逃しはしない。デッドブリテンやってやりつくする。ディエンディング爆笑ゲーム逃しはしない。デッドブリテン光よ全力でやりつくする。ディエンディング逃しはしない。どうもデッドブリテンを抵抗するなら手足を食いちぎっておとなしくさせる。もういいのです姉上。見ないでこんな醜い姿。ドラゴニアの家では父上も母上も跡継ぎである兄しか見ていなかった。でもあなただけはずっと僕を見てくれた。案じて励まして微笑んでくれた。ずっとありがとう姉上。ここで見ていてください。あなたが見守ってくれれば僕は世界を滅ぼす魔王にだって勝てる。
見せてやる、我がカムイを。いざ参る。と一体化した。これほどの術だったか。傷つけたお前たちを。精霊の暴走か。いかん、ドラゴン化するぞ。食らって止め、ベルベッタ。待って、この人は。
な。違う。いい子だったのよ。誕生日にイヤリングをくれたの。本当は婚約者に渡す家宝なのに、そうと知らずに私に一番大切な女性にあげるものよって返そうとしたら、あの子、それは姉上だよって笑って、無邪気でとても優しい子だったのに。オスカーを殺したな。よくも、よくも、よくも。やめて。殺すな。の回収は失敗じゃな。先にやったのはそっちよ。だから私はラフィーの弟のために私はアルトリウスと同じことをした。あいつの目の前で弟を。同じじゃないよ。同じよ。けど仕方なかった。仇を討つにはああするしか。あんたのためよ。あんたのために私は。ここにも逃げ道はないのよ。お前にも俺にもな。大丈夫か？一気に食べ過ぎただけ。あの二人は仲のいい兄弟でした。幼い頃から互いに支え。やられたことをやり返しただけよ。それで誰かが救われるのですか？殺されたラフィーの魂がね。とにかくクーマの回収は失敗じゃ。今頃新しいクーマが生まれているじゃろうて。行くぞ。港に戻ってそいつを探す。
そうね。